こんにちは、ベアマックス星号です。2月に入ってから始まったバレンタインキャンペーン、皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今回のハチテレではですね、そんなバレンタインキャンペーンの第2弾に関する情報をお届けしてまいります。まず最初にですね、スカウト情報のご紹介になります。タイトルはこちらです。じゃじゃん、ハチナイプリンセススカウトです。今回もですね、バレンタインデーを楽しむ選手たちのシーンをお迎えできるスカウトになります。まずはですね、シンデレラ覚醒ができる期間限定選手の紹介となります。こちらです。じゃじゃん、はい、 SSR の月島ちゃんですね。こちら校門の前でチョコを渡す相手を待っているシーンで、風紀委員が校則を破ってはいけないと思って一度家までチョコを取りに帰ったらしいという、もうすごく可愛らしい月島ちゃんのシーンになっております。月島ちゃんの詳細はですね、セカンドの月属性の SSR 選手で、固有スキル日頃の感謝の贈り物は打席時に自身のミートと走力と支給率を上げることができるので、攻撃時に活躍が期待できる選手になっております。こちらの月島ちゃんは UR にシンデレラ覚醒をするとシーンがこちらのように変わります。じゃじゃん、やっぱ UR はかっこいいですね。こちらですね、みんなと研究してきたデータをもとに相手投手の球筋を冷静に見極めることを意識している月島ちゃんです。瞬時の判断でですね、ボール球を見極めフォアボールを勝ち取ったシーンとなっております。月島ちゃんのシンデレラハーモニーの詳細は、名称努力ゆえの自信で、条件はですね、打席時に走者がいない時に戦術耐久を使用した時に発動します。効果はですね、支給率を上昇させ、この打席の結果に応じて特定の効果が発動するというものになっております。打者が出塁した場合は、登板中の敵投手の調子が好調以上の時、調子を試合終了まで1段階加工させることができます。打者が塁に出なかった時はですね、オペレーションコストを回復します。またですね、月島ちゃんのシンデレラハーモニー発動時のアニメーションは新型コロナウイルスの影響があり、制作ができ次第に実装という形を取らさせていただいております。ご不便おかけしますがご了承ください。シンデレラ覚醒ができる月島ちゃんの登場に合わせて、育成に必要なアイテムが獲得できるイベントも開催されますので、ぜひ遊んでみてください。さらにですね、同じスカウトではもう一人、バレンタインデーを楽しむ通常の SSR 選手もお迎えできちゃいます。こちらになります。じゃじゃん、 SSR の近藤ちゃんですね。かわいい。こちらですね、鉄人の厨房でバレンタインのケーキを試作しているシーンとなっております。近藤ちゃんの詳細は、中継ぎ投手の月属性の SSR 選手で、固有スキル溶ける甘さで咲く笑顔は、投球時に自身の球速コントロールスタミナを強化することができるので、安定した投球が期待できる選手です。またですね、チームスキルの発動に必要な特別なチョコレートも習得することができます。そしてですね、2月14日日曜日のバレンタイン当日は、2020年のバレンタインで登場した期間限定の選手をお迎えできるスカウトが復刻いたします。こちらのスカウトでは、期間限定 SSR 選手の野崎ちゃん、中野ちゃんと SR 選手の浅田ちゃんのバレンタインシーンがお迎えできるスカウトになります。さらにですね、前回のハチテレでもご紹介しましたが、同じく2月14日日曜日にはですね、過去に登場したバレンタイン限定 SSR の選手が1人以上確定でお迎えできるスカウトが開催されます。こちらのスカウトではですね、優勝ナインスター限定で1回のみとなりますが、過去に登場したバレンタイン限定の SSR 選手が1人以上確定でお迎えができます。 SR 以上の時はバレンタインの選手が確定で登場しますので、この機会にバレンタインの選手をお迎えしてみてください。さらに同じくバレンタイン当日はですね、心の鍵大がもらえるログインボーナスをご用意しております。バレンタイン当日は忘れずにハチナイにログインをしてくださいね。続きましては、今後開催を予定しているキャンペーンに関する情報のご紹介となります。2月10日の水曜日のメンテナンス後からは、選手の育成が快適に行えるようになるキャンペーンが多数開催されます。まず最初はこちらになります。じゃじゃん、練習効果アップキャンペーンですね。こちらのキャンペーンの開催期間中は、練習機能の効果が上昇します。レベルは最大90まで成長させることができ、スキルはピンク色の飛扬技という星2個のスキルまで習得可能になります。そして才能ランクも最大6まで開花できるようになります。
続きましてはこちらです。デレストスキル習得応援キャンペーンです。こちらはですね、開催期間中にデレストの消費元気が通常時の半分になるほか、ライト版でもピンク色の非容着までのスキルを習得できるようになります。さらにこちらも開催します。強化応援キャンペーンです。通常は毎日1回挑戦できるベアマックスイベントに、開催期間中は2回挑戦できるようになります。そしてですね、同じく2月10日水曜日のメンテナンス後からは、選手の育成素材やランキングマッチの挑戦チケットが獲得できるイベントが開催されます。バレンタイン記念熱湯プリンセス杯2021連動新たなる挑戦への道ですね。こちらのイベントは、絆の結晶極みをはじめとした選手の育成に必要な様々なアイテムを入手できるイベントになります。累積報酬ではランキングマッチの挑戦チケットも入手できますので、イベントに挑戦してランキングマッチに向けた準備を整えてくださいね。そして2月14日日曜日に開催されるランキングマッチの詳細はこちらになります。バレンタイン記念熱湯プリンセス杯2021、こちらのランキングマッチではですね、バレンタインシーンの選手たちがボーナス対象選手となります。ボーナス対象選手の詳細についてはお知らせにてご確認ください。八内のバレンタインのイベント、そしてキャンペーンをお楽しみください。続きましては、ツイッターで1月12日から17日まで開催をしていた、監督の皆さんが愛やこだわりの詰まった横断編成を投稿していただく、マイベストナインキャンペーンの結果発表です。まずはじめにですね、監督の皆さん、たくさんのご投稿いただきありがとうございました。今回のハチテレではですね、キャンペーンにご当選された10名の監督さんが投稿された横断編成をご紹介させていただきます。まず最初にご紹介するオーダー編成は、キミちゃんが選出した朝起きて夜寝るまでの選手たちの1日の流れを表現したオーダーと、選手の名前がしりとりになっているオーダーです。実にユニークな投稿をありがとうございます。続いて紹介するオーダー編成は、レオンさんが選出した調子が絶好調の月島ちゃんだけで編成されたオーダーと、永井ちゃんが料理をしたり料理を見つめていたりするシーン、食べているシーン、そして運動しているシーンを組み合わせて、最終的に運動をしているのに体重が増えてショックを受けているという永井ちゃんの一日を表現した編成です。選手への愛にあふれた編成をありがとうございます。続きましてはですね、グランデさんが選出した投稿された監督さんが第1回プリンセス杯の時に編成されていたオーダーと、ゆるキャンコラボや玉読みコラボ時に登場したコラボ選手だけで編成された放文社さんへの愛を感じられるオーダーです。二人ともありがとうございます。続きまして、あやたんさんが選出したのは、投稿された監督さんが昔お世話になったという SR シーンを中心に編成したオーダーと、各シーンを組み合わせて本校選手35人を一つのオーダー内に全員登場させた編成ですね。こだわりを感じるご投稿をありがとうございます。最後にですね、私ホッシーが選ぶオーダーは、投稿された監督さんの熱い気持ちが伝わる足フェチが選ぶ八内ベストナインと、愛坂ちゃん、椎名ちゃんというほこりの2人だけで編成されたここゆかナイン爆誕というオーダーです。いや、この2つのオーダーはですね、もうなんか見た瞬間に、お、これはこだわりがすごいぞってビビッときたので、ぜひ選ばせていただきました。以上ですね、10名様がマイベストナインキャンペーンにご当選されたオーダー編成となります。当選された監督さんへはツイッターのダイレクトメッセージでご連絡をさせていただきますので、楽しみにお待ちください。改めまして、たくさんのご投稿ありがとうございました。八内の公式ツイッターでは、その他にも様々なキャンペーンを開催しております。ぜひ公式ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。ハチテレでは引き続き動画やゲームに関するメッセージをお待ちしております。お問い合わせのご意見ご要望で受け付けているので、気軽に送ってください。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。